来た。できたでした。いいぞいいぞ。今週も始まりました。皆さん。こんばんは。オカパビクトシネマズの生配信でーす。スタートしました。狭い？どかす？大丈夫だよ。あ、こんばんは。よろしくお願いしまーす。今日も元気よくお届けしていきたいと思います。前回はさ、いっぱい人いたけど、今日は2人。そうだね。うん。映る？ちゃんと映ってるかな、シェドグ。今日も元気よく配信していこうと思います。よろしくお願いします。30分間お付き合いください。さあ、この番組では冒頭で、私、おかっぱみゆきとシェドくん、二人合わせておかっぱみゆきとシネマズがカバーソングを演奏するというコーナーをやっております。今日も、多分に漏れず、やっていこうと思いますよ。カバーソング。今日はね、東京マラソンだったんだよね、確かね。東京マラソン、おととい？おとといやの？日曜日かな？今日だと思った。あ、そっか、日曜日か。今日じゃないんだ。今日、あ、今日かも。今日？わかんない。私なんかもうね、曜日感覚がなくなってて。でも東京マラソンでなんか新記録出した人がさ、うん、ニュースになってたよね。あ、じゃあ、こないだだったのかな、日曜日？ 25 日日曜日かな。多分そうじゃないかな。うん。ということで、ちょっとね、応援ソングを、もう終わったけどね、マラソンは。終わったけど、応援ソングね、これからね、皆さん新生活始める方も、ね、そうじゃない方も、うん。もう3月入るからね。そうだよね。新しい生活を迎える準備って感じだよね。スタートする準備。そうね。一区切りついて。で、そんな、皆さんに、応援ソングということで、我々ね、めっちゃ世代ですけど、ザードの負けないでをやりたいと思います。どうぞ。画面の前のみんなも知ってる曲だったら歌ってくださいね。した瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき覚えているでしょう。パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなた。最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。来たってへっちゃらな顔してどうにかなるさとおどけてみせるの。今夜は私と一緒に踊りましょう。今もそんなあなたが好きよ。忘れないで、負けないで、ゴールは近づいてる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。感じてね、見つめる瞳。最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。負けないで、ほらそこにゴールは近づいてる。どんなに離れてても
ございます。負けないで聞いていただきました。なんかね、いっぱいコメントついててさ、実はね、東京マラソンはやっぱ25日だったみたい。ってことは、日曜日か。うん。ねえ、なんか、うちのお友達も走ったって言ってたよ。え、本当に？うん、走った。あー、すごい。そう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 。でね、山本さんが24時間チャリティーマラソンの時にかかる曲だって。あ、これ？そうなんだね。歌声すごく可愛いだって。え、24時間テレビってことは？かな。24時間テレビで、その、いつも走ってるもんね。うん。その時流れてる。なるへそ？24時間テレビね、私たちチラッと出たことあるんです。あの、YouTube に24時間テレビのなんかね、誰かが録画してくれたやつが、を誰かが上げてくれてるので、もし気になったら YouTube 見てみてください。私たちが24時間テレビ出た時のやつが上がってます。うん。ということで、今日もカバーソングお聴きいただきました。お楽しみいただけましたでしょうか？さあ、ということで今日もトークのコーナーに入っていこうと思うんですが、シェイドくん。はい。今日のトークテーマは何ですか？3月3日のライブのおすすめポイントです。はい、おすすめポイント。そうそうそう、3月3日もう今週の土曜日だよね。うん、もう今週の土曜日なんだ。早いね。早いね。3月すぐそこだ。あ、まだおひな様出してないや。その3月3日土曜日の夜19時から我々、西新宿のナビカフェ、そこにねシェル君あるんですよ。そこにナビカフェでね、ライブをするんですけれども、はい、絶賛チケット販売中でございます。そう。このナビカフェ、ちょっとね、いつものライブとまた違った趣向のライブでございます。そう。でね、それの見どころについて、ちょっとお話ししていきたいと思いますよ。ひろくんどうする？先やる？後でやる？先やります。先やる。オッケー、先にやってください。どうぞ。大体先にやることにしてるんで。鳥は苦手なんだよね。はい、はい、お願いします。どうぞ。3月3日の見どころはですね、まさしくこれです。じゃじゃん、コラボします。コラボシェードしますってなってるよ。違うよ。コラボシェードします。一応これ名前書いただけです。コラボします。コラボ、何のことかっていうと、前回の放送でもちょっとお話ししましたけども、この日主催の南理子さんのですね、まあ、主催イベントなんですけども、ケルトポップシンガーの南理子さんのオリジナルソングを一緒に演奏します。キノコという曲なんですけど、キノコという曲で、そう、それこっちにもキノコ、南理子さんとギターの早手さんとベースが自分で、みゆきも歌で参加して一曲演奏します。で、コラボって今まであんまりやったことなかったことが多くて、こう人のって言ったらあれだけど、誰かのね、そう、誰かの他のアーティストさんの曲を演奏する機会って実はあんまりなかったんですけど、そうね、こうやって誘ってもらえて今回一曲一緒に演奏するということで、実はこの前ちょっと音合わせもしていい感じに仕上がりそうなので、うん、そう、前回の放送を見逃した方は、YouTube に前回の再放送分載せてありますので、ぜひそれ見てください。その主催の南理子さんと一緒に生配信しましたので、はい、うん、コラボレーションします。いいね。あとは当日までに持病の腰痛を治すことが目標ですね。目標、マジでもう腰が痛くって困ってるんで、なんかその腰痛対策いいのあったら教えてください。本当になんか針がいいっていうね。針いいっていう、針ちょっと怖いんだよね、なんか。そうなの？針治療ってこうスポーツ選手とかでもやってる人多いって聞くけど、なんかこう逆効果だったりとか悪化しちゃったりする人もいるって聞いたことがあって、ちょっと針治療ためらってるところなんですけど、ちょうど多分ぎっくり腰やったのが1年ぐらい前、3月だと思うんだけど、1年間腰痛ちょっと悩んでて、皆さんぜひ腰に腰痛にいいと言われる情報があればコメントに書いてください。お願いします。え、なんか書いて、針したことあるけど痛くないようだって。本当ですか？あかりちゃんが、うん、打ってくれてる。針か、うん、行ってみようかな。行ってみな。はい、はい、ということでシェイドくんの見どころはコラボしますということころでした。
で、みんな今気づいた？私今曲流したんだけど、いつもさ、トークの時間さ、何も曲流れないじゃん。音ないじゃん。曲流したらいいんじゃないかと思って、今ちょっと思いついて流してみました。音量大きくない？私の声、喋り声は聞きやすい大きさかしら。その辺も教えてね。さあ、そして、次は私の3月3日、私が思う見どころを発表したいと思います。なんとまあ、なんとまあ、なんとまあですよ。なんとまあ、私、女優デビューします。てってれーそうなの。この日、ね、前回の放送でも言いましたけれども、女優、南莉子さん、ケルトポップシンガーの南莉子さんとコラボレーションをするんですが、その南莉子さんは女優としての活動されてるんですね。で、ギタリストの颯くんも俳優さんとして活動されてるんですね。で、チェリドくんもね、トレンディドラマの主演やってくれたことはあるので、みんな演技をしてるわけですよ。なんですが、私、そういうね、撮影とか、そういう舞台関係の裏方しか最近やってなかったので、ちょっと女優として、3月3日、即興芝居をやろうと思います。でね、24日のライブの時も、MC で言ったんですけど、役がね、今2択でどっち行こうかっていう話になってるんですけど、悪い魔女役か、あとはベテランホステス役、のどっちかで行こうっていう話になってて、で、実はね、前回の放送が終わった後に、うちにバーカウンターあるんですけど、バーカウンターでちょっと即興芝居やってみたんですね。で、意外とね、私ね、いい演技するんですよ。自分でちょっとびっくりしたんですけど、結構シリアスなテーマでやってみたんですけど、結構ね、演技派だった。そう、なので、悪い魔女役、もしくはベテランホステス役、どっちかで、当日、即興芝居をしますので、ぜひ、もちろんね、歌のライブも見ていただきたいんですが、お芝居もぜひ見ていただきたいです。ね、芝居も見れて、ね、歌も聴けて、ね、で、まったりくつろげて、ね、コラボも聴けてみたいなね、すごい盛りだくさんでございますので、3月3日、ぜひですね、西新宿のナビカフェ、いらしてください。チケットまだまだ受付中です。当日券だと200円高くなってしまうので、できれば前売り券、お求めいただいた方がいいと思います。お、ライブ配信ありって聞かれてる。そうだね。佐賀野さん、ライブ配信ね、ライブ来れないから配信がね、見たいですよね。配信するかどうかは、その時の気分で決めます。ねえ、そう。どうなんだろうね。やっぱりでもね、生でね、見た方が面白い。いいけどね。まあ、でも来れないのはしょうがないよね。うん。結構会場によっては撮影禁止とかあるからね。そうだね。で、まあ、カフェだから、大丈夫だと思うけど、主催の、ね、南莉子さんが OK なら多分やると思います。お楽しみに。ねえ、ぜひ、ライブ会場で見てほしいけどね、私の女優デビューを。そうね、今ね、ちょっとね、練習してて、悪い魔女の役。ヒッ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 とか練習してんの一人で家で。そう、私の悪い魔法でみたいな感じで練習しているので、ぜひね、本番の私の勇姿も見に来てください。よろしくお願いします。女優としてデビューしますさあ、そんな感じで3月3日チケット発売中でございます。あ、そうだ、通販する？あ、チケットウェブサイトで ね、通販でもお求めいただけるようにして、私が郵送すればいいんだもんね。そう、うん、通販でもお求めいただけるようにします。この後やりますので、ぜひ手に入れてくださいね、前売り券。で、ちょうど通販の話になったので、そのままの流れで話そうかなと思うんですけれども、はい、通販で CD 売れまくってます。ありがとうございます。そう、先日ね、通販サイトをオープンしまして、自分のね、ナイスラブレコーズ、我々2人でナイスラブレコーズっていうね、レベルをやってるんですけど、その通販サイト、通販ページを設けまして、そう、そこから CD が続々と旅立っていっていまして、はい、今日もね、発送をいろいろしたんですけども、そう、通販でお求めいただくと、ちょっとまあ送料はかかってしまうんですけど、200円なんですけど、私の直筆ラブレターが入ってます、一緒に
そう、皆さんにね、あの一人一人全部違う文章で、もう手書きでイラスト付きの、ラブレターを同封させていただいてますので、ぜひ通販でお求めいただいてもいいかと思います。でもしね、サイン欲しいよっていう方いらっしゃいましたら、ライブ会場の方に来ていただいて、ね、直接目の前でイラスト付きのサインを毎回書かせていただいておりますので、はい、通販で CD 買ってそれ持ってライブ会場に来ていただいても大丈夫です。そう、それが多分一番なんか、ね、手紙もついてるしサインもあるし、いいのかもしれない。事前に曲も聴けるしね。そうだ、予習もできる。天才じゃん、シェイル君。いいこと言うね、たまには。たまには。でも、バンドのライブ見に行くときって、CD 聴いてから行った方がね。そうよね。楽しいから。確かに確かに。私も、誰かのアーティストのね、ライブ行くときは、アルバム、新しいアルバム聴いてから、ツアー参加したりとかするから、いいかもしれないですね。うん。我々の CD、今、4種類あります。シェル君、シネマズ1を見せてください。パッパラーン。こちらです。今流れてる曲が入ってます。雨っていう曲が流れてるんですが、この番組のエンディングテーマでもやっている、唇に歌声を、と、今流れてる雨っていう曲、と、三つ目、声がするっていう3曲が入ってます。はい。これ一番人気です。通販でも一番クリックされてます。唇に歌声が入ってるからかな。大人気でございます。唇に歌声をね、人気一番あるよね。うん。でね、最初皆さん、唇に歌声をから入るんですけど、だんだんね、後の2曲がね、じわ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 ね、スルメのようにね、いい味出してくるんですね。スルメ曲あるって言うよね。うん。スルメ曲。そう。我々ね、大きく2つに分かれていて、そのパッと聞いて、おーっていうやつと、じわじわ来るタイプの曲があるんですよ。それが2、3曲目に入ってますので要チェックです。これは1枚1080円でございます。そして次、シネマズ2、こちらです。じゃ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 ーん、シネマズ2光ってるね。あ、いいねいいねいいね、いい角度だ。そう、これね、私がボールを蹴ろうとしているところなんですけど、裏に返すとボールが蹴れてないっていう設定の球技ずっこけシリーズのジャケット一作目でございます。これは、YouTube でも、上がってます。映画の主題歌になった、心をつなぐもの、が1曲目に入ってます。で、2曲目は、超ポップ、ドポップなんですけど、カテゴリーっていう曲が入ってます。歌詞がね、多分ね、社会人、会社員とかね、あと受験生には響くんじゃないかなと思うカテゴリーですね。今日も笑顔で生きようっていう歌詞があるんですけど、うん、ちょっといろいろ聞いてみてください。とりあえず聞いてみてください。3曲目に、これも YouTube に PV が上がってます。会いたくないっていう曲が入ってます。この会いたくないって曲は私が完全に思いつきで、なんて言うんでしょう、そういうこういう曲作ろうって思って作ったんですけど、世の中に会いたいって曲が溢れてるでしょ、うん、だからね、ちょっと会いたくないって曲、会いたいくないっていうタイトルで、会いたいっていう気持ちを出してみようと思って、会いたいっていう言葉を使わずにっていうチャレンジした曲です。で、これがね、なかなかね、いい曲なんですよ。なのでぜひ皆さん聴いてみてください。うん、あんまりライブでやらないから CD でね。そうだね、会いたくないね、やりたいね、会いたくないもライブでね。うん、あんまりやってないよね。うん、そんな3曲が入ってます。ぜひ聴いてください。そして次、紙風船てっぺれー、おかっぱみゆきのソロ名義の唯一の CD でございます。紙風船、これは東京都薬剤師会をはじめ全国の薬剤師会の皆さんが応援してくれている推薦曲でございます。ありがとうございます。で、 YouTube にも PV が上がってまして、私白衣を着て、登場しております。で、その日 TV 撮影の日はちょっとシェル君がバイトだったので、シェル君は映ってませんそう、そんなの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 。これシネマズ結成前にリリースした曲ですね。そうなの、そんなの、2人コンビ組む前にね、やっぱソロ名義のシングルです。うん、薬剤師さんと私の、実話のドラマを収録、うん、歌詞にしました。うん、ねえ、実は2010年に私母が癌で他界したんですけど、その時のエピソードも、うん、歌詞の中に入ってます、うん、ね、ぜひ聴いてください。歌詞にも注目してください。さあ、そしてベストアルバムがなんと一度ソールドアウトにな
なったんですけど、LG の他のメンバーが実は隠し持っているっていうことが発覚しまして、隠し持ってたわけじゃないんだけど、在庫があるっていうことが発覚しまして、で、そのメンバーから私が、譲ってもらって、再入荷しました。エレベスト、13曲入りの、私たちのバンド、LG の、ね、ベストアルバムとなっております。でね、これもね、クリックめっちゃされてるのよ。へぇ。そう、シネマズ1、唇に歌声が入ってる曲、CD と同じくらい売れてます。うん。すごい売れてます。これは新シングルとはちょっと値段が違って、アルバムなので、2160円なんですけど、13曲も聴けるんです。超お得。でしょ？そう。メンバーも載ってます、ね。そう。写真がね、結構ね、明星を意識した。わかる？明星。なんか。ジャニーズとか、そうそう、アイドルとか乗ってるやつね。そう、卓球のシーンがジャケットになってます。そう、13曲結構ね、メンバーが好きな曲をチョイスしていて、そうだ、ね、結構濃い感じの、うん、完全メンバーセレクトの13曲が入ってて、うん、完全にメンバーだけで作った音源ですね、うんうん、そうですね、うん、セルフプロデュース、うん、レコーディングからマスタリングまで全部メンバーで手掛けてますんで、うんうん、その辺もこう聞いて楽しんでいただけると、そうだね、また雰囲気違うと思いますので、嬉しいですね、うん、聞いてみてください。エレジーっていう名の通り暗い曲がいっぱい入ってます。エレジーってどういう意味なんだっけ。愛か、愛か、悲しい歌で愛か、あと、うん、そうだねその割にすっげー明るいよね、ジャケット。そうだね、ジャケットはね、そう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 、まあ、そのギャップも楽しんでいただいて、うん、ぜひ聞いてみてください。通販ページで販売しております。で、通販ページの URL はこのコメント欄に、この放送終わった後に私書き込みますので、気になる方はぜひクリックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、30分間はあっという間でございます。あと5分ぐらいになりましたね。なので、うん、あ、それね、それね、3月3日ナビカフェでライブしますので、 ライブもぜひ来てください。ここに、ここにね、来てください。ということで、今日も元気よくエンディングテーマを歌って、放送を終了したいと思います。今ちょうど流れてるね、これね。お、はい、ということで、エンディングテーマやっていこうと思いますよ。ちょっとこれポチッと止めよう。えいさあ、ということで、エンディングテーマ元気よく歌って今日の放送を終了させていただきたいと思います。あ、佐賀野さん BGM いいねって言ってくれてます。ありがとう、すごい。あ、斉藤さん見てくれてんだ。待ってまーすって、待ってます、何の待ってますだったんだろうこれそう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 、あ、そうかな、通販やりますんで、もうね、言っちゃったからね、やらないとね。そうそうそう、いろいろみんなコメントをね、シェド君、あかりちゃんからね、寒い時腰を温かくするといいんだって、腰痛には。あ、なるほど。ってコメント来てますよ。温めます。うん。お風呂とか入んないからな。みんなコメントありがとうね。お風呂は入ろうよ。シャワーは。あ、そういうことね。さ、汚い人かと思っちゃった。湯船に使わない人。さ、ということで、今日もエンディングテーマを歌って、気持ちよく終わりたいと思います。唇に、歌声を。ブルーな時の合言葉、唇にいつも歌声を。涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。今日も30分間聴いてくれて、見てくれてありがとう。
に大切だと思ってる。誰かを大切にするには自分も大切にできるような強さが必要だと知ったよ。きっと未来の自分が見たら大したことないって言うだろう。ブルーな時の合言葉、次回の放送まだ決まってないんですが、決まり次第 Facebook、SNS、Twitter でお知らせしたいと思いますので、ぜひ次回もこの放送見てくださいね。今日泣いたこともいつか懐かしく思えるよ。なんだかへこんだ気分も、心なく響いた言葉も、花粉飛んでるし寒いしね、大変だけれども確定申告もあるしね、今日ね、明日からも元気にいきましょう。おかっぱみくとシーマスでした。どうもありがとう。また次回放送見てくださいね。おやすみー。